こんにちは、ウィザードを倒したい。この乱闘ですけど、いかがですか？この三国の後半ほどの差を感じない。まあ、あ、ウィザードいた。では陣形が、M で、前に、フィエンドのニーマン、左端に、復活のマザーと、右端が、バフ解除でしたっけ？バフ解除のアイリス。後ろに、エルカネンとジキーナがいる。これは、では、マザー狙いたいんで、赤単色で、はい、行きます。左に赤を振って、来い。とりあえず、まあ、青ダイヤを作ってみて、盤面に青の数結構あるんで、ここは、青ダイヤを、使います。いいの来た。今のは乱闘ならではですよね、この攻撃力は。では、エミディを使って、赤竜作って、では、まず雲を貼り付けて、ジキーナの回避が、あと3ターンってことを踏まえて、では、エルカネンに、ハートの女王と、後編は補正。もう2でガーネットは使い、紫ダイヤはやめといて、とりあえずまあここ行きましょうか。とりあえずあと3、あと3か。はい、では、赤の位置を変えて、赤竜を作って、エミディを使って、ジキーナとアイリス悩んで、アイリスに後編ワーフを使い、赤竜もいいけれど、ここは、ジキーナを炎ダメージで倒してしまいたい。赤竜を作って、これで勝ちですかね。はい、ありがとうございました。は、エネルギーがないんですよ。はい、ありがとうございました。